第2走行師団は第二次世界大戦期のドイツ国防軍陸軍に編成された装甲師団の一つである。第二装甲師団は1935年にドイツ国防軍に最初に編成された3つの装甲師団の一つである。第二次世界大戦開戦前に行われたオーストリア併合の際には当時の師団長を務めたハインツグ・デイリアンの提唱する 気候電撃戦の有用性を実証した。1939年のポーランド侵攻1940年のフランス侵攻に参加し、1941年にはバルカン半島でのギリシャ侵攻に参加した後、10月以降は東部戦線での戦いに従事した。第二装甲師団は中央軍集団の指揮下で、 モスクワの戦いに参加した後も東部戦線に止まり1943年のクルスクの戦いで大きな損害を出してフランスに後退し再編を受けた後は西部戦線でノルマンディの戦いやバルジの戦いに従事し終戦時にアメリカ軍に投降した第二装甲師団は1935年10月15日に第1第3装甲師団と共に ドイツ国防軍の最初の装甲手段として編成された。編成当時、ドイツはベルサイユ条約により戦車の開発を大幅に制限されていたこともあり、1935年時点では機関銃を装備した愛号戦車の生産がようやく始まっていた程度で、2センチメートル砲を装備した通号戦車もまだ試作段階であった。 1938年のオーストリア併合の際には、師団長、ハインツグデイリアンのもと、ドイツ国内からオーストリアの首都ウィーンまでの 680km を48時間で走破し、電撃戦の有用性を実証した。1939年のポーランド侵攻では、南部のクラコを目指して侵攻し大きな損害を出した。1940年5月のフランス侵攻作戦では、 1> 第1装甲士団、第10甲師士団、グロースドイッチュラント不評連隊と共に、ジックス軍団を構成し、ベルギーからフランス北部に進行し、アブビルやブローニュを占領した。ダンケルクの戦いで、イギリス遠征軍を退却させた後は、エーヌ川沿いに、フランス内部に進行した。1940年の年末頃には、第4戦車連隊が新編される、 第13総甲師団の帰還となるため、第2総甲師団の指揮下を離れることとなった。1941年4月には、第2総甲師団は、第12軍の励下部隊として、バルカン半島でのギリシャ侵攻作戦に参加した。第2総甲師団は、第5山岳師団、第6山岳師団、第72不評師団と共に、ギリシャ国内に侵攻し、アテネまで到達した。作戦後、 第二装甲師団は再編のためウィーンに帰還した。1941年10月になると、第2装甲師団は東部戦線に派遣され、中央軍集団の指揮下となり、モスクワへ向かって進行した。その後、冬季になると、ソ連軍の反抗が激しくなり、師団は交代した。1942年には、第9軍の指揮下で様々な作戦に従事した。 1943年の夏には、ドイツ側の反抗作戦である、ツィタデレ作戦に従事したが、作戦は失敗し、第二装甲次第も大きな損害を出した。その後、戦域の南部で、ドイツ軍のコーカサス、ボルガ方面への進軍も支援した。1943年後半に、第二装甲次第は再編のため、フランス国内に交代し新型のバンター中戦車。 などの補充を受けた。6月の連合軍によるノルマンディ上陸作戦を受けて、第2装甲師団は、ノルマンディに移動し、イギリス陸軍第7機構師団と交戦した。その後、第2装甲師団は、配色濃厚の中行われた、反抗作戦に、第116装甲師団、第 1SS 装甲師団、第 2SS 装甲師団と共に参加した。この後、 包囲されたファレーズからの脱出戦で、死団はほぼ壊滅した。この後、ドイツ国内で、第2装甲死団は再編されたが、戦車の定数は大きく減らされており、パンターを配備したのは1個大隊のみで、他の大隊は、砲合戦車やスリー突撃砲のみを配備している状況であった。再編後、第2装甲死団は、第5装甲軍の指揮下で、 バルジの戦いに参戦することとなった。この時点で師団には58両のパンター、27両の砲合戦車、48両のスリー,ー突撃砲が配備されていた。作戦が開始されると師団はバストーニュに向かう重要地点への攻撃を開始したが、バストーニュはアメリカ軍第101空挺師団により強固に防衛されており、作戦は失敗した。この後、 第2走行士団は、アメリカ軍第2機構士団、イギリス軍第3戦車連隊と交戦し、撤退を余儀なくされた。1945年になると、第2走行士団は、ドイツ国内のライン川周辺や古田近郊で戦い、5月7日に、アメリカ軍に投降した。以下に、第2走行士団の基本的な編成状態を示す。ありがとうございます。